今日も秋葉原を拠点にし、アイドルたちを陰で応援する一人の男が現れました。秋葉寛平さん、悩みだった5月病もすっかり回復し、今日もアイドルイベントにこっそり潜入して、彼女たちのトークをカンペでさりげなく助けることに燃える。潜入秋葉寛平さん。本日秋葉さんがやってきたのは、そう、新宿。今回の会場はミロードスタジオ。 FM ラジオの公開放送などが行われるこの場所で、今日はあるグラビアアイドルのトークイベントがあると聞きつけ、秋葉さんはこっそり潜入。エビオとクビオってどっちが太ってる方でしたっけ？そのグラビアアイドルとは、今人気絶頂、超売れっ子アイドル井上若ちゃんの公開トークイベント。トークも慣れっこの若ちゃんだが、やっぱり秋葉さんは不安。サポートしてあげないとな、しっかりと。今日もトークかっ飛ばされたよ。それじゃあお呼びいたしましょうか。人気絶頂です、井上若ちゃんです。若ちゃんは秋葉さんが潜入していることを全く知りません。よろしくお願いします。ね、すごい近いんですよね。でもまあそんな中ね、はい、ちょっと質問していきたいと思うんですけど、はい、5月13日で23歳の誕生日よ、はい、ありがとうございます。そうなんですよ。どんな23歳にしたいですか？そうですね、あー早速困ってる、うん、ね、そうですね、まあ私おしゃべりなので、なんかおしゃべりなのでしっとりとしてる思うんですけど。しっとりとしてるね。はい、はい、ということですけど、明日は母の日ですね。そうなんですよね。どうですか、自分が母親になったらどんなお母さんになると思いますか？そうですね、お母さんもこういうお仕事を昔やってたので、そうですね、お母さんみたいに、お母さんみたいになって、あのみたいになりたいなって思います。なれますかね？そうですね、料理も。料理されるんですね。じゃあもし、うん、彼氏とかできちゃったりしたら、一番最初にどういう料理を作ってあげたいですかね？そうですね、一番料理っていうのは、私の料理は何だろう、どんな料理をこう作ってあげたいのかっていう。あげたいかですよね、はい、あげたいかは、作ってあげたいのは、私は和食です。結構手が込んだものね。はい、そうですね。普段も結構和食作ったりとか。そうです、最近はでもお仕事が忙しいので。先ほどから僕の目の前にちょっと気になるものがあるんですけど、これ、ポカちゃん、なんでしょうね。はい、あ、それ、はい、DVD です。でも今回こう、ファースト DVD ですか、これは、はい、出して、次はもっと、次はどうやって撮りたいなとか、自分でどんどん欲みたいなのが出てくるんじゃないですか。はい、そうですね、うん、いろんなものに挑戦してやっていきたいなっていうのはありますね。はい、あともう一つ目の前に、こちらもファースト写真集、これはどういった内容なんですか？これはこれは去年の11月にロスの方はこう元気にこうな私を撮って、モノクロの写真でちょっと撮ってきたんですけども、はい、見どころ満載という感じですね。はい、そうです、ね、今日も秋葉さんのナイスフォローでトークは大成功に終わった。結構大胆なトークしますね、うん、そうすると顔が見えないっていうので、どこで勉強したんだろう、すごいわ。アイドルを陰で支える秋葉さんの一日はまだまだ続く。Ha ha ha!